グレゴール・ミゲル・ブランコ・ペドラザは、ベネズエラのカラカス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨーク・メッツ参加所属。愛称は、ホワイト・シャーク。2000年にアトランタ・ブレイブスと契約した。2008年3月30日のワシントン・ナショナルズ戦でメジャーデビューを果たした。1年目から144試合に出場したが、レギュラー定着まではいかず。 翌年以降は出場機会は減少した。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。2010年7月31日にカイル・ハーンズワース、リック・アン・キールとのトレードでジェシー・チャベス、ティム・コリンズと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。2011年5月に後日発表選手とのトレードで ナショナルズへ移籍した。この年は、参加のトリプル a 級シラキュースチーフスに泊まり、メジャー昇格はなかった。2011年11月には、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。オフに参加した、ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルでは MVP を獲得する、活躍を見せた。二0十二年は開幕ロースターに入り、二年ぶりに、 メジャーの舞台でプレーした。6月13日のヒューストンアストロズ戦では、7回表にジョーダン・シェファーが放った、長打性の打球をダイビングして候補し、マット・ケインの完全試合をアシストした。後半戦は、メルキー・カブレラが、ドーピング検査で、テストステロンに陽性反応を示し50試合の出場停止処分となったため、定位置を獲得して、 最終的に141試合に出場した。2014年1月17日にジャイアンツと1年契約に合意した。2015年1月18日に球団との年俸調停を回避し、2年契約総額750万ドルで契約を結んだ。2016年シーズン終了後の11月3日に FA となった。2017年1月18日に アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕はトリプル A 級リの a シズで迎えたが、5月5日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。この年は90試合に出場して打率、246、3本類が13打点、15盗塁を記録した。オフの11月2日に、 FA となった。2018年2月6日にジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで開幕ロースター入りした。6月2日に d ーフとなり、5日にマイナー契約で参加のトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツへ配属された。 8月29日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月29日に FA となった。2018年12月21日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。